寝るね。あとほら、ドーム行くときとか2分寝てるとか。まあ、あとあれだね、一番最後の6試合のあれで言ったら、まあ、自分たちが次どこ取りたいのか、ここ取りたいけど、じゃあここ取れなかったらここ取るとか。で、そのと取るけど、じゃあそこに何枚、いつの、どのタイミングでもう準備しとくか、漁夫とか。漁夫をどのタイミングで準備するはい、桃さん来たからもう一か。漁夫回。が無理だったらどうするか。桃さん分かってなきゃいけないから、これ。何？意識することリスクと。リスコと？神々じゃん。自分の考え、できるときとできないときの考えを回し起こす。共有する。まあ、戦闘面とムーブ面。で、最悪のケースを意識する、常に。だから、最悪のケースを意識して、まあ、来たら、こうしようとか、そういう、最悪のケースを予測するだけじゃなくて、した後、まあ、その状態に対してどうするかっていうところまで考えておく。で、敵の動きを読む。ああ、まあ、あれだね。まあ、ここに敵がいます。じゃあ、そいつとファイトするときに、じゃ空爆投げたら敵はどう動く？ドーム吐く。じゃあ、ドーム吐かなかったら、中に入る。じゃな、とか、まあ、そういういろいろ。そういうところまで考える。相手のアビリティのやつ。まあ、ムーブ面も一緒。こいつらが。で、あとはあれだね。俺らが端におって、中どうしても入れないとき、じゃあもう、あとは入れないから、どうしても入れないなら、まあ、裏を切っていくみたいな。まあ、そういう。で、まあ、そういう感じやね。そんな感じじゃない？一気に話しすぎて難しいから。まあまあ簡単に。ごめん、充電器ある？うないわ、ごめんな。でもね、合図だね、これ。戦闘の合図か、これ。戦闘する前のこう音楽。笛じゃん、笛。戦闘前の。頑張るか。頑張るためにどうするか。で、頑張れんかったとき。イライラしてきた。お前にイライラしてきた。リップ貸して。思ってないよ。リアルだと誰やったら誰全然イライラし 頑張れるときはこうする。でも頑張れなかったらどうする。てた。で、今日ご飯なかったらどうするとか。その最悪のケースを常に日頃から考える。そういう意識、俺らのと友プロ達にしフェッたショらナル誰のランルキンールでグござ1い位。ます。死ぬわ。ここでチームを選ぶ。でも選べなかったらどうする。じゃあ選べたあたりどうするか。